はい、どうも皆さんこんにちは、サワンチャンネルです。で、今日なんですけれども、僕ら一応、高学歴ってことでやらせてもらってて、今日はそんな、これからね、4月から慶応義塾大学にね進学するヤン君の知能はいかなるものかということで、ユーモアクイズというものがございまして、計算ができるとか、勉強ができるとかじゃなくて、その地頭の良さっていうか、いかに頭が柔らかいかっていうのを測る、クイズがあるわけですよ。で、ちょっとこちらをね、ちょっと何問かちょっと出題して、5問ぐらいかな。正直、知能足りない部分あると思ってるんで、僕。俺はもう、完璧だよ。で、じゃあ5問中5問全部正解したら、で、するんだね、じゃあ絶対。余裕でしょ、だって。じゃあ本人がそう言ってるんで、5問中5問全部正解すればクリアで、もし1問でも、間違えたら定番のサドンデスソースをね。嘘でしょ。ちょっとね、マジで言ってんの。ごっくんしてもらおうかなと思っております。いや、でもどうせ当てるんで、じゃあ僕が5個全部当てたら、じゃあ俺が OK。 そうそれフェア、そういいよいいよ、フェアじゃんそれ。じゃあいきます。はい、じゃあ1問ごとに、制限時間1分です。オッケーオッケーオッケー。じゃあいきます。第1問でれん。さあ今こそ旅立ちの時です。ニュードアを並び替えて一つの言葉にしてください。おい、ニュードアでしょ。ニュードア書い、もうメモ書いちゃダメ。ダメだよ、頭の中で考えて。ニュードア並び替えて、ニュードアっていう言葉、二つの言葉、ニュードア、並び替えて一つの言葉にしてください。スタート。それひらがな、カタカナ、英語。英語、ローマ字。オッケー。ドア一つの言葉にしてください。落ち着け。ニュードアでしょ。うん、無理だろマジで。ちょっと待ってよ。ニューロード。5 4 3 2 1。無理だって。そんなん無理だよ。だってなんかさ、メモないと無理だよ。答え、ワンワード。どういうこと？一つの言葉、うん、にしてください。そもそも並び替えるんだよ。違う、これはだからもうワンワードにするだけよ。翻訳しろってことだよ。一つの言葉にしてください。汚ね。なんだよそれ。はい、とりあえず柔らかいもん。これでデスソースが決まりました。知らんよ。決まりました。先生、とりあえずね、あと4問いきます。いや、全部答えてやるよ。もう頭きて、別にデスソースなんで。次いきます。来いよもう。第2問、ジル。英語で犬はドッグ、猫はキャット、では、カッパ、カッパね、は何というでしょうか。妖怪のカッパね。だよね。カッパ。カッパは英語でなんて言うか。カッパ。1分あげるからちょっと考えて。もう一回言うけど、これユーモアクイズだから。いや、だからユーモアあったじゃん今。やばい。いや、じゃあ当たったら正解して。真剣に考えた方がいいよ。これ間違えるたびに1杯じゃ2杯になるから、別荘する。新ルールやそんな。どうだよ、追加ルール。お前がふざけるから追加ルール。犬はドッグ、猫はキャット、カッパはカッパ、カッパだからヒント欲しい。欲しい。妖怪のカッパじゃないよ。言ったじゃんさっき妖怪って。何勝手に思い込んでんだよ。お前が勝手に思い込んでるだけだろ。5、カッパはそれないじゃん。なんもだって。3、帽子、キャップ、キャップ、1、キャップ。ブーうざすぎる。答えはレインコート。カッパじゃん。いや、そう言われたらそうだけどさ。レインコート、カッパは。次、もう次、早く。いいよ。でも早く来いもん。もう分かった。もうね、そのやり口は分かったから。分かった。もう分かった。もう当てるわ。じゃあ第3問。ある日、悪魔がやってきて、
あなたにこう言いました。なんて言った？1円玉10トン分と、うん、10円玉1トン分、うん、どっちが欲しい？はい、重いなどのデメリットは無視して、うん、一体どちらをもらったらあなたは純粋に得するでしょうか。うん、1円玉10トンと10円玉1トン。もうこれ10秒に答えて。嘘、1トンだから。いや待って、まあいいよ、30ちゃんと1分あるわ。1分ちょうだい、1分考えていいだ。1トンはまあちょっとあの言い方もじれば1等じゃん、うん、だからこれはマジで。いやいや、今めっちゃこんな人慶応行って大丈夫ってなっちゃった。やめろよお前。じゃあ普通にちゃんと考えて、これね、ちゃんと考えるやつ。これはちゃんと考えるちゃんと、これ柔らかいでほしい。ちゃんと考えるやつ。待てよ、分かった。1円10トン、10円1トンでしょ。1円が10トン、10円が1トン。10円、1円、10トン。110。5。10、101だから。4。110っていうのは、110番だから、10円玉1トン。これ、理由もちゃんと欲しい。10円玉1トンがいい。理由は？いや、1円玉10トンにさせて。理由は？1円玉ってさ、一応銀じゃん、うん、色は。もう間違い。もう付き合ってらんねえ、お前のデタラメとは。答えは、1円玉10トン。おう。でも理由まで必要だから、この問題に関しては。なぜかっていうと、1円玉は 1g。 うん。それ知ってる？知ってる。でしょ？10トン分だから、1000万円。おー、でしょ。うん。じゃあ10円玉は 4.5g。 いやそんなんさ、1トン分は220万円。いやいや、じゃあ逆に聞きますわ。10円玉 4.5g ってさ、分かる人いる？逆に答えられますか、あなた。10円玉何 g って聞かれて。でもそれは推測的に、じゃあ10円玉の方が重いって、単純に。で、1円玉は 1g って情報は誰でも知ってる。ってことは1円玉はね、 1g、これが10トンっていうのは1000万円っていうのは絶対割り出せるわけ。少なからずちゃんと頭が悪い。俺もう賢けではない。次回俺絶対やるからね、これ。俺ね、賢けではない。もうね、あの次回約束しますから、同じことやるからね、俺ほんとに。はい、ブーッってことで。さすぎ。はい、じゃあ次の問題、第4問目。ある大富豪が2人の息子を呼び出して、うん、こう言いました。はい、なんつった？ここから向こうに見える教会まで馬で競争して、勝った方に私の全財産を継がせよう。ただ一つだけルールとして、自分の馬が遅くついた方の勝ちだ。ああ、 OK。 その話を聞いた弟は唖然としている兄を横目に馬に飛び乗り、さっさと教会に着いてしまいました。しかし大富豪はそれを見て、先ほどの約束通り弟に財産を継がせよう。一体どういうことでしょう。質問長えよ、ちょっと待ってよ。死んでる。普通に考えれば分かる、これ。普通に考えればそんな難しくない、これは。ユーモアクイズだよ。考えましょう。問題文がもう俺もう理解できない時点で終わってるかもしれない。わけわかんない。馬遅くついた方が勝ち。だよね。そう。で、弟は先に着いた。そう。でも、金もらった。金もらった。意味わかんねえや、そんな。ギブアップ。大富豪が頭おかしいじゃん、それ。いや、ギブアップじゃないよ。あと20秒ぐらいあるもん。あ、もう実はもう兄貴先に着いてたみたいな。違う。もう、その、いたみたいな。違う。ヒントあげようか。ちょうだい。いや、あげない。いや、ちょうだい。ちょうだい。お願い。ほんとお願いだから。もう、幅が来るから。これ答え出してお願いだから。じゃあもうデスソース食べるね。食べる。もう、それ答えないからもう。ポイントはここ。自分の馬が遅くついた方の勝ち。おー、だから、兄貴の馬で、乗っちゃったんだよね、これ。はい、はい、天才。やわらかい。じゃあ、だったら次の同じような大富豪の問題でラストもう一問で、これ答えたら、いや、これもうこれも答えなくてもお前も決定してんだよ。ただその今の惨めなおめえを返上するためにもう一回チャンスをあげる。ちょうだい。で、今度ヒントなしでやるよ。いいよ。ある大富豪が2人の息子を呼び出してこう言いました。第5問目で、5問目、まあ、ラスト2人の息子を、うん、はい、同じパターン。ある大富豪が
二人の息子を呼び出してこう言いました。ここから向こうにある教会まで自らの足で走り、勝った方に私の全財産を継がせよう。当然教会に体の一部でも早く触れた方の勝ちだ。はい。合図とともに駆け出した二人ですが、弟の方がわずかに早く、気づけば教会がだいぶ近づいてきました。兄としてはここで負けるわけにはいけません。彼は一体どうやって逆転したんでしょう。この問題には明確な答えはありませんので、納得のいく回答を教えてください。ちょっと俺ひらめいちゃったんだよね。いいよ。さっき、あの体の一部でもついたらゴールって言いましたよね。言いましたよ。ということはですよ、はい、もうその自分の体のどこかがもうゴールにつけばいいから、はい、例えばだよ、はい、まあ、俺がじゃあ負けてる兄貴だったら、うん、まあ、兄貴、ね、どうするどうする、うん、例えばだよ、まあ、鼻くそさ、鼻ほじくって鼻くそ取り出してポイって、それお前の体の一部じゃないよ。なんで？それは鼻くそだよ。体の一部ではない。一部じゃん。一部じゃない。それダメ。あの、でも近いよね。いやね、おど、もう見たから、まあ、まあ近いよ。動揺してたからね。近いよ、近いよ、うん、体の一部でしょ。そうだよ。じゃあもう、もう腕切ってよ。ほら、正解。よっしゃよっしゃいや、バカだろそれ。腕切ってなぶん投げて、勝った。どんだけ勝ちたいんだよそれ。正解です。よし。結果と5戦1勝1引き分け3倍まあ、てことで約束通り。お前マジでやばいかそれ。レッツゴー。はい、皆さん、てことで用意いたしましたこちら、ザ・サロンデス・デソースさあ、来ました。これをね、まあ、ちょっとこちらのね、スプーン、生で見るの初めてだわ、それ。こちらね、スプーンにちょっと乗せて、いや、もうピンとくの乗せてね、こちらにちょっと乗せて、まあ、そんなね、あ、でも、でもね、いや、でも、いや、言うてだよ。いや、どうせ、いや、言うて意外と辛くない。じゃあ、俺が乗せるよ。いや、でも、俺が乗せるわ。黙れ。お前は罰を下されるんだ。下すもんやつだ。クイズ間違えただけじゃん、俺。ちょっと罪重すぎません？お兄ちゃん。もう、ちょっといいから。ほんとに、お前、やばい、それはやばいわ。これ、一滴でもえぐいよ。これを、ペロリンチョしてもらえます。まあ、意外といろんな人はこれ持ってる説あるからね。まあもうそうだね、そうだね、そうだね。いや、お前のはやっぱ強いとこ見たいんだよ、兄貴としても。確かに、そのそ、ね、辛さなんかに屈しない弟の姿、辛さに屈しない弟の姿を見せていただきたい。最近ね、僕キムチ鍋めっちゃ食ってるんで、結構ね、俺強くなってる気がする。じゃあ行こうか。さあ行きましょう。なんかだってなんか入ってるもんなって。それではサロンデスソース、5秒前4321ゴー。終わった。いけ。いきます。俺早く行け。まだ食ってない。バル。早く。そんな数多くないから。ああ。まっか。マジでマジで泣きできた。涙できた、マジで。あ、口が閉じれない。はてな水出てる。まあ、ということで、こんな感じで今日は、ね、マジで弟が苦しんでるんですけど、まあ、自業自得ということで、この辺で撮影は終わらせていただきたいと思います。また次回、こうご来てください。バイ。